救難艇、救難艇、救難艇、A、または都は、海上で遭難した人を救助するために作られた船の、ことである。遭難現場に迅速に到達できるように設計され、海岸の基地に待機する。イギリスなどではボランティアによって運用される。傍聴式の船体を持つタイプもある。救命艇とも言うが、その場合は、救命ボートを意味する場合がある。本校では、 ライフボート、遭難側が登場する者の役の語として救命艇、レスキューボート、救難活動をする側が登場、派遣する者の役の語として救難艇を用いる。イギリスの最初の救命艇基地は1776年、ホーンビーの海岸にリバプール市会議員であったドック長、ウィリアム・ハッチンソンによって設立された。最初の救命艇は、 イギリスのライオネル・ルーキンの製作である。ルーキンは1784年、20フィートのノルウェーのヨールを改造し、浮力を増すために防水コルクで船室を満たし、復元性を高めるために中鉄製の竜骨を装着した。これらの救命艇には6人内40人の志願者が乗り組んでいた。彼らは王立救命艇協会、イギリス。 ロイヤルナショナルライフボートインスティチューション D1824 年設立や合衆国救命局アメリカ SLSS1878 年設立などの組織に属しており船が遭難した時には海へ漕ぎ出し戦場の不運な命を救うために彼らの命をかけたイギリスの場合彼らは一般に地元の船乗りであった 専門に作られた最初の救命艇は、ヘンリー・グレートヘッドの建造によるもので、1790年1月29日にイングランドのダイン川でテストされた。最初の救命艇の発明者としては、ウィリアム・ウッダブとライオネル・ルーキンも名乗りを上げている。初期の救命艇の一例としては、リチャード・ホール・ガウアーによって設計された1821年のンドガード・フォート救命艇が挙げられる。 イギリスの救命艇は、ほとオールを備えていた。また回答する必要がないように、船のどちらの橋でも火事の操作が可能な構造になっていた。1899年、マルケット救命基地の要請により、レークショアエンジン会社によって、スペリオル湖、アメリカ、ミシガン州の34フィート救命艇に2機と12馬力の来年エンジンが取り付けられ、この初めてのモーター救命艇、 モーターライフボート MLB は成功し、救命艇基地は次々に、その保有する救命艇にエンジンを取り付けていった。1909年には、アメリカのエンジン付き救命艇の数は44隻となり、出力も40馬力まで増加していた。1915年、ユスルスと税関監視艇局が合体して、アメリカ沿岸警備隊となった。 当初の保有 MLB は36隻だった。最近では沿岸の救難に最適なものとして風や波によって転覆する危険の少ない固定式の尖閣を持つ膨張式ボート、リブが使用される。特別に設計されたジェット救難艇もまた有効に使われている。普通のプレジャーボート等と異なり、これらの小型ないし、中型の救難艇は 遭難者を釣り上げることなく、船内に収容できるよう、一般に極めて低い関係を持つ。通常の船とは異なり、浮力タンクにより浮力を得るよう設計されていることから、船体内に水が入っても行動可能である。通常の船は、船体が水を押しのけることにより、浮力を得ている。アルキメデスの原理参照。現代のモーター級名艇、MLB は、 最初の追加改造をされたエンジンより大きなパワーを持ち波のうねりを乗り切ることができるようになっている。そしていかなる悪天候でも海に出ることができ遠い沖合で救難活動を行うことができる。昔の救命艇はホト、オールに頼っていて遅くまた風の状態や人力に依存していた。現在はこの両方のタイプが使われている。 このタイプの救命点はすべて標準的に遭難者を見つけるための国際 VHF やレーダーなどの最新の電子装置を備え、生存者のために医薬品と食料を携えている。最初の MLB は1899年に合衆国救命局ユスルスで作られ、その船体デザインは1987年のモデルまで受け継がれた。ユスルスは後に アメリカ沿岸警備隊となって、発足時の救命業務を継続している。救命艇は、内陸で運用される場合もある。王立英国救命協会、火薬、R、LSSUK などの組織は、河川や湖といった領域も、行動範囲としている。王立救命艇協会はイギリス及び、アイルランドの周囲の沿岸地域に救命艇を、 配置しているが、人員は無償の多くはパートタイムのボランティアに頼っており、またその機材も自発的な寄付によるものである。それぞれの基地では内海用及び外海用全天候救命艇を運用している。協会の各地区の支部は定期的に訓練を行い、救命艇と格納庫を保守し、商業海用無線を受信しつつ、救難が必要となるときに備えている。 アメリカ合衆国の水域では、海南救助は、アメリカ沿岸警備隊、ユスシーグの任務の一部となっており、ユスシーグはそのための多目的船舶や航空機を備えている。嵐などの海上の悪条件に耐えられるように、作られた MLB は、沿岸警備隊の保有選定の主要な部分を占める。自動排水、自動復元機能を持ち、実質的に不沈である MLB は悪天候での、 水上救難に用いれる。MLB の乗組員は、最初の合衆国救命局、ユソルスの志願者たちの伝統を踏まえて、サーフ面、セルフ面と呼ばれる。オーストララシア、オーストラリア、ニュージーランドを含む南太平洋地域では、サーフライフセービングの団体が、遊泳者とサーファーの沿岸海域での救助のために、膨張式救難ボート、インフレイトブルレスキューボッツ、 イブを運用している。このボートは、ゾディアック社製の高性能ラバーボートで、船外機で駆動する。救難要員は、ウェットスーツを着用する。オランダ救命艇協会、KNRM は、ジェットリブ救命艇を開発して、大きな効果を上げた。これには3つのクラスがあり、最も大きなアリエビサール、アリエビサー級は、全長18.80メートル、1000馬力のジェット2機で、 最大35ノットの速力を発揮する。収容人員は120人である。ドイツでは1865年以降、ドイツ海難救助協会、火薬、ドイツェゲゼルシャフトズアレトングシフブルーシガーが、海難救助業務を担当している。DGZRS は、民間、非営利の組織で、多種多様な船艇を所有している。最も大きい船は45メートルの SK ヘルマン。 マルウェーデである。DGZRS は、北海とバルト海に54の基地を持ち、20隻の救難クルーザー、小さい救難艇をピギーバック方式で搭載すると41隻の救難艇を運用している。スカンディナビア諸国のほとんどにも、イギリスと同様なボランティアによる救命協会が存在する。日本では、海難救助は海上保安庁が担当しており、 巡視船、巡視艇が救難任務に当たる。一般の巡視船艇では対応できない特殊海難に備えて各管区には一隻ずつ救難強化巡視船が配置されている。また消防機関の消防艇や救助艇も水難救助の任務に当たっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。